1847年のメキシコの地図、アルタカリフォルニアが入っているカリフォルニア征服は、米国戦争の1846年に、現在のアメリカ合衆国カリフォルニア州、当時のメキシコ領アルタカリフォルニアを、アメリカ合衆国が奪った行動である。1846年から1847年初期に、起きた一連の小さな戦闘によって冠水された。 1846年5月13日、アメリカ合衆国とメキシコの間で戦線が布告されたとき、戦争の知らせがカリフォルニアに届くまでにはほぼ2ヶ月を要し、7月の半ばになった。モントレーに駐在していたアメリカの領事トマス・オーラーキンは戦争の話を聞いたときに、ホセ・カストロが指揮するメキシコの小さな守備隊との間に平和を保とうとした。 アメリカ陸軍のジョン・シー・フレモントが約60名の武装した兵士と共に1845年12月にカリフォルニアに入ってきておりメキシコとの戦争が避けられないという知らせを受けた時にはゆるりとオレゴンに侵攻していた最初のベアフラッグの複製現在はエル・プレシディオでその間にあるベアフラッグ革命1846年6月14日30名ほどの 開拓者、その大半はアメリカ人がその間にあった小さなメキシコ駐屯地で反旗を翻し占領した。彼らはベアフラッグを作りその間の町に掲げた。6月23日にアメリカ陸軍のフレモントが率いる部隊がその支配を引き継いだ。カリフォルニア州の旗はこの時のベアフラッグのデザインを元にしており、カリフォルニア共和国という言葉を表示したままである。 この共和国政府が組織化されたわけではなかったが、ベアフラッグ革命はカリフォルニア州の伝承の一部となった。海軍の動きとカリフォルニアのメキシコ港、小悪米ベ戦争の噂が確かなものになる以前に、アメリカ太平洋戦隊は当時のアメリカ海軍のおよそ半分に相当する艦船で補強されていた。アメリカ東海岸の港からホーン岬を回ってハワイ、あるいは カリフォルニアの港に行くには1020日、ないし200日間を要したので、この移動は実際に戦争が起こりそうな場合にはかなり前もって行っておく必要があった。当初アメリカ合衆国には太平洋側に港がなかったが、船体の艦船は海軍物資を供給する補給船を拠点にし、ハワイ諸島や太平洋岸の港に入って食料を購入し、水を得ていた。 船隊に与えられていた命令は、戦争が起きた場合に、カリフォルニアの港と都市を占領することだった。太平洋戦隊の指揮官、ジョン・ドレイクスロート大将は、米国戦争の始まったことと、そのまでベアフラッグ革命が起きたという噂を耳にすると、その部隊に北カリフォルニアの港を占領開始するよう命じた。感染アセスサバンナ、アセスサイアン、アセスレバントが、 1846年7月7日に一発の砲弾も放つことなくアルタカリフォルニアの首都モントレーを占領した。2日後の7月9日、アセスポーツマスがサンフランシスコをこれも一発の砲弾も放つことなく占領した。7月15日、スロートはその指揮権をさらに攻撃的な指揮官であるロバート・ストックトンに渡した。7月中に戦戦布告が行われたという。 はっきりした知らせが、ストックトンのところに届いた。ストックトンの太平洋戦隊には、感染数隻からの400ないし650名の海兵とブルージャックスがおり、それがカリフォルニアにおける唯一の地上部隊だった。ストックトンの部下の残りは、感染に乗っておく必要があった。その海兵と水兵の小さな部隊を補うために、アメリカ陸軍地理工学兵団のジョンシー・フレモントに、 志願兵を組織させ、約160名のカリフォルニア大隊を編成することを認めた。この部隊が主に占領部隊として機能し、ストックトンの海兵と水兵を自由にした。カリフォルニア大隊の核は、フレモントの遠征隊にいた約30名の陸軍兵士と30名の石膏、元穴漁師、インディアン、地理学者、地形学者、地図学者だった。アメリカの海兵、 水兵、民兵の部隊は容易に北カリフォルニア都市や港を占領していった。短時日の間にモントレー、サンフランシスコ、その間、サクラメントのサッター取りでその他小さな町を占領した。ほとんどすべての町を一発の銃弾も放たずに抑えた。南部の都市や港も急速に従うことになり、ほとんど流血騒ぎもなかった。カリフォルニアと戦争アメリカが アルタカリフォルニアを占領する以前、カリフォルニアと一般に呼ばれた約1500人の地元ヒスパニック系住民がロサンゼルス周りの南カリフォルニアにいた。その多くは860万エーカーをいくらか超える広さのランチョ455箇所で生活しており、一つのランチョは平均18,900エーカーあった。北カリフォルニアには二千人以上のアメリカ人移民が 住んでいた。その大半は政府の変更を承認し、ストックトンやフレモントの部隊に対して、わずかばかりの抵抗を示しただけだった。ロサンゼルスの戦い南カリフォルニアでは、メキシコのホセカストロ将軍とピオピコ知事がロサンゼルスから逃亡した。1846年8月13日に、ストックトン隊が抵抗なしにロサンゼルスに入ったとき、 ほとんど無欠のカリフォルニア制服が完成したように見えた。しかし、ストックトンはロサンゼルスにあまりに少数の物体を残したので、9月下旬にホセマリアフローレスに引きられた独立系カリフォルニオたちがアメリカの小さな守備隊に退去を強制した。それから間もなく、ストックトンが派遣したウィリアム・マービン海軍大佐に引きられた増援200名が10月7日から9日に、 サンペドロ近くで戦われたドミニゲス牧場の戦いで撃退され、14名の海兵が戦死した。一方、スティーブン・ W ・カーニー将軍に率いられた100名の琉球兵隊はニューメキシコ、アリゾナ及びそのラ砂漠を苦闘して抗軍した後にやっとカリフォルニアに到着したが、その数は減っていた。1846年12月6日、 サンディエゴ近くでサンパスクアルの戦いを行い、この時18名が戦死したが、カリフォルニアで行われた戦闘としては、アメリカ側の最大の損失となった。制服の完成ストックトーンは、カーニーの包囲されていた部隊を救出し、その部隊を自部隊に引き入れて、サンディエゴから北に動いて1847年1月8日に、ロサンゼルス地区に入り、フレモント隊と合流して、 アメリカ軍は、総勢660名となり、リオ・サンガブリエールの戦いで、カリフォルニオと戦い、翌1月9日、ラメサの戦いを行った。3日後の1月12日、カリフォルニオの最後の数ある集団が、アメリカ軍に降伏した。これが、カリフォルニアでの戦争の終結となった。1847年1月13日、カフエンガ条約が締結され、 実質的にカリフォルニアにおける敵対関係が終わった。この条約は、ホセアントニオ・カリリョが英語とスペイン語で起草し、カンポデカ・フエンガでアメリカ軍ジョン・シー・フレモント中佐とメキシコ知事アンドレス・ピコが承認した。その後、フレモントの上官であるロバート・ストックトン大将とスティーブン・カーニー将軍が批准した。1846年7月、ニューヨーク州のジョナサン・ディ・スティーブンソンが 77名の小隊10個からなる志願兵連隊1個を立ち上げ、カリフォルニアで召集解除して、そこに止まるという理解のもとに、カリフォルニアに向かった。この部隊は、ニューヨーク第1連隊と呼ばれ、カリフォルニア方面作戦と太平洋岸方面作戦に参加した。1846年8月と9月、連隊はカリフォルニアに行くために訓練と準備を行った。 民間商船3隻、トマス・ H ・パーキンス、ルーチュー、スーザン・ドルーがチャーターされ、スループ艦、アセス・プレブルが、船団護衛に着いた。9月26日、4隻の船団がカリフォルニアに、向けて出航した。様々な理由で後に残っていた50人が、1846年11月13日に、小さな補給船アセス、ブルータスで出航した。 スーザン・ドルーとルーチューは1847年1月20日にチリのバルパライソに到着し、1月23日にそこを出港した。トマス・エイチ・パーキンスはサンフランシスコまでの途中どこにも帰港せず、ニューヨーク港を出てから183日後の1847年3月26日に到着した。ブルータスが到着したのは4月17日だった。 航海中の脱走や死亡によって4隻に船でカリフォルニアに到着したのは648人だった。各中隊はサンフランシスコからラパスまで北部のアルタカリフォルニアと南部のバハカリフォルニアに配置された。1846年8月16日にフィラデルフィアを出港したイサベラが100名の文献隊を乗せ、1847年2月18日に カリフォルニアに到着しており、また翌年の同じ時期にスウェーデンで別の文献隊が到着した。これら兵士はスティーブンソンのニューヨーク第一志願連隊の既存中隊に加えられた。これらの部隊が太平洋戦隊の陸上部隊と守備隊及びカリフォルニア大隊守備隊任務のほとんどすべてを肩代わりした。モルモン大隊は 米国戦争の1846年7月から1847年7月まで従軍した。この大隊は534人から559人の末日聖とイエス・キリスト教会員の志願兵部隊だった。モルモン中隊の士官が引き、アメリカ陸軍正規兵上級士官が指揮を取っていた。その従軍中にアイオワ州のカウンシルブラフスからカリフォルニア州サンディエゴまで 2000マイル近い大変な航軍を行った。アメリカ陸軍士の中でも最長クラスの単一航軍記録となっている。モルモン大隊はアイオワ州から1900マイルほどの航軍後に1847年1月29日にサンディエゴに到着した。除隊となる1847年7月16日までその後の5ヶ月間はロサンゼルス市に降り、 訓練を行い、南カリフォルニアの数カ所で守備隊任務についていた。モルモン大隊の除隊したメンバーは、ジョン・サッターが製材所を建設するのを手伝っており、そこで1848年1月に金が発見されて、カリフォルニアゴールドラッシュが始まった。1847年1月、陸軍中尉のウィリアム・シャーマンと100名の正規兵部隊がモントレイに到着し、カリフォルニアに アメリカ軍政騎兵が次々と流れ込む始めとなった。1848年2月に調印されたグアダルーペイダルゴ条約で米北戦争が終わった。この条約ではメキシコが正式にアルタカリフォルニアと共にテキサスまでの北部領土をアメリカ合衆国に割上したのと引き換えに1500万米ドルを受け取った。当時人の住まない領土だったカリフォルニアは 診療度の半分近くあり、当時の人口では、約450万人の、約1%が住むところだった。キャプテン・ジョン・チャールズ・フリーモント、アンド・ザ・ベア・フラッグ・リボルト・ハット、カラフォーニオス・アクセスト25チライン2009、テオドール・ヘンリー・ヒトル、ヒストリー・オブ・カリフォルニア・ボリュームにオンライン、ハット・セブンティー、ファイブ・ヤーズ・イン・サンフランシスコ・アペンディックス・エル。 アクセスト1 8ル2 0 0 9モルモンバタリオンハットモルモンバタリオンハットモニュメントオーナリングモルモンバタリオンツーリゲインイッツラスターハットノートエニューインターナショナルバウンダリーワズドローンサンディエゴベイズワンオブザオンリーツーメインナチュラルハーバースインカリフォルニアサウスオブサンフランシスコベイザボーダーワズアラインドフロムワンスパニッシュリーグサウスオブサンディエゴベーイーストツーザヘラリバー コロラド・リバー、コンフリューインス、ツインクルード・ストラテジック、サンディエゴ・アンド・イッツ・ハーバー、ツーイヤーズ・アフターザトリーティー・オブ・グアダル・ペイダルゴ、US、ステイト・フドワーズ・グランテッドイン。千八百五十。ありがとうございます。